こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイラインですね、久しぶりにライブ配信始めていこうと思います。また小さな政府の街を、やっていってます。いつも通り、ツイッチで配信しております。ぜひツイッチでご覧ください。ツイッチのアカウントフォローお願いします。またチャットコメントもぜひお願いします。はい、ツイッチか、プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube にアーカイブ2日後ですので、25日21時頃にアップロード予定です。ぜひ、アップロード予定です。ぜひ、YouTube へのアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価お願いします。まあ、YouTube チャンネル、This Live Archive Upload Two Days After、まあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。次、5万人は、あ、原子力発電所だ。なんだこれ、ビルディングデスク、モノレールハーブ、ハーバーフェリー、ハーバーだな。水上カフェ、水を生かしているってことか。はい、また旧ツイッターである X のアカウントもあります。ぜひアクセスしてください。ツイッチのチャット欄に記載してます。ぜひお願いします。ツイッチの、ツイッター X のアカウントフォロー、ポストのリポスト、いいねお願いします。プリーズマイツイッター X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきますか。前回結構残高もありますし、人口も3万7000人になりました。ギリギリ黒字なんで、うまく儲けられてるっていうわけじゃないですね。まあ廃墟も結構でかい。需要は住宅需要がでかいのか。住宅はここに置けばいいからな。どうしよう。ここは坂があるから住宅置けないんだよな。あ、そうするとこっちはギリギリなんだ。じゃあもう、で、それぞれの、あと水は、水もポイント、ちゃんと供給してやらないとやばい。で、どうするかですね。このくらいかな。
な感じでいきましょう。この辺もやっぱり道エリアだから、さあ少しずつ住宅地が立ちつつあります。公園一つ用意しないとダメだな。ちっちゃい公園で十分です。こっちかな。あ、そうするとダメなんだこれ。じゃこのぐらいかな。いいですね、順調ですね。基本的にやっぱり住宅を先に建てるっていうのは基本だよな。住宅を先に建てとけば、順調にやっぱり住宅建っていってますよね。この真ん中は高層住宅、外側は低層住宅っていう感じで建てていきましょう。このモノレールはもう延長します、延長すべきですよね。なんか病気になってる、病気になってる、まあ、廃墟は潰していった方がいいんだろうな。最初からそうすることで品質が上がる。ちょっと他の数字を見ていこう。あんまり遠すぎてもダメなんだよな。次これが病院とか消防署ですよね。この病院ってヘリもそうサポートしてるんで、どこ置いとこう。送電線か断線、どこ、何の話だ。消防署ですね。工業地帯がやばいな。消防署がない、消防本部がないと思うと。警察、警察はやばいとこもある。で学校は定員割れしてる。ちなみに、予算で一番使うのはこのゴミですね。ゴミ問題が深刻です。ゴミは一応廃棄物はまだ足りる。ここはオーバーすると途端にやばいからな。でもお金かかるんだよな。それが嫌だ、嫌だな。あとやっぱり車ですよね。車がちょっと多すぎるな。あ、
増強したことにより列車がこれ入れるようになってますね。これもいずれあの鉄道路線を延長して入れられるようにしましょう。で、まずはやっぱり計画をね、しっかり練らないとダメだな。これ立体交差か。これと高速道路だろうな。高速道路、こういう道あるんだ。高速道路なのか、これ。これなんだろう。あ、道路管理事務所だ。これは料金所ですね。まあ、お金取ってもろくなことないんで、それはやらないです。ちっちゃいダイヤモンドアパート。高速道路ですよね。あ、でも先に作った方がいいな。傾斜が急すぎますだって。問題なのか。あ、ここが沈みすぎるんだ。じゃあ平地を失ればいいっていうか、あ、なるほど、こうなってるわけだ。大きさって変えられるよね。こんな感じかな。あとはもうみんな平らだから、多分このぐらいあれば問題ないような気はするけどな。で、サイド道路の、あれ、なんでこっち傾斜、結局こっちの方が引っかかってんのか。ダメだ、反応しないんだ。こっちは買ってないところは地形を操作できないのか。うわ、嫌だな。これでどうだ。嫌な予感がするな。このあた、このあたりで、これ3車線の高速道路だから
あ、双方向高速道路っていうのもあるんだ、一応。暫定2車線とか。でもやっぱりまあ一通だろうな、基本は。こんな感じで作ってみます。でもここら辺はなんとか対策しないといかんな。なんか坂がきつい。あ、ダメなんだ。一応は接続できるけど、なんかやばいな、これ。山手だからな。まあ、とりあえずしばらくはこっちに行かないんで。よしとしましょう。まあ、よしじゃないんだけど、ああ、でも。結構ギリギリなんだよな。だからこの辺をどうするかっていうのはまあ問題ではあるよな。あれ？なんで？間違えた。これって今どういう道路？通常の2車線道路か。違うわ。こんな感じだよな。
とは、当然下ろして、先に、あ、違うわ、いつになってるわ、いつじゃない、いつじゃない、で、水を作っといて、で、ここだけちょっと工業地帯を作っとこう。これで、高速道路が。をここに伸びてくれば、こっちとこっちから高速道路をいずれ接続して、連結できるようになるんじゃないかっていう試みですね。シンプルに言うと、なんかな、結構廃墟多いよな。中央がダメなのかな。まあ他犯罪が起きてるとかいろんな理由ありそうですけど。まではできるの、ここ、こうなってんだよな。そう、トンネル作るとかかな。山だからな、山避けたいな。まあやるとしたらトンネル掘るとかか。こっちにも山があるんだよな。これってシティーズスカイラインでトンネル掘るってないよな。トンネルは地下にしないとダメだったはず。4万人いった。
で、こんな感じで水を引いて、ここは足りないんでお水引きましょう。で、普通に住宅地を建てるんだけど、公園を先に建てよう。これなんだったっけ。大きい遊び場、維持費は40。小さい遊び場とそんな大きい遊び場って変わらないんだ。木がある公園もいいですね。でもちょっと食うんだな、木のある公園って。え、なんだ、人は建設してるやん。お、あの道になってるんですね、これ。なってないんだ、道としてつながる公園じゃないんだ。普通なんだな。ということは、まあしばらくはいいか。効果意外とでかいですね。いや、ここはやめとこう。電力って足りる？まだまだ足りる。上水道がちょっとまだでもいけるかな。最悪予算上げればいいし、ゴミの予算上げとこう。 80% の82の79かな。でもな、ゴミの予算は上げ、あまり上げたくないな。直接やっぱりあの関わってきますからね。相も変わらずここ忙しいよな。てか一車線なのが良くないんだ。変えられないんだ。まだここ一車線なんだ。
ついちゃってるよな。なんでくっついちゃうんだろう。必ず出る道に関しては、こんな感じで車線幅増やしておきたいところですね。出口のとこは。あんまり需要が上がってないよな。商業追求の需要も高くないからな。まあ、でも人口は4万人いったけどね。まあそうなると無駄、無理は禁物ですね。先方教授、先方教授小さすぎる。警察の犯罪率は火災危険度は高い。犯罪率 17%。 警察はあんまり立ててないね。でもな、警察問題ないって出てるよ。まあ警察を立てても予算そんなに消費しないよな。でもないか、予算だけ上げとこう。ちょい黒字っていうとこだもんな。だから果たして美味しいかって言ったら美味しくないんだよな。まあ将来のための投資ですね、この辺は。相変わらずここの渋滞は解消しない。入ったな。ちょっとあの撤去しよう。一旦撤去。ちょっとまた丸ごと作り出した方がいい。急すぎますってなんだよ。
なんでこっちとくっついてんだろうな。一回撤去して。いけた。で次にここは一車線でいいかな。これは OK だ。ようやく、あ、でもこれ高速だろう、なんか音がついてない。これ歩道じゃないよな。なんかマークあるけど歩道じゃないとは思う。これはダメ、傾斜きつすぎる。モノレールがな、通過するからな。需要がな問題だよな。人はいるからな。まあとりあえず所有エリア作っとこう。なんで普通なの？ない？いや、普通の道路作ってないけど、なんで普通の道路になってんの？感じかな。まだでもあんまり立ってないからな。立ってないし廃墟になっちゃうから、間違って破壊しちゃった。あとなんかバス作ると、そうだ、バス作ると地価が上がるっていう風な話があるんで、バスを作りましょう。バスはどこに作ればいいのかな。バス工場を、バス工場じゃないな、何、バス路線か。とりあえずバス車線をここに作って、
人が全然いない。あ、ちゃんと通ってくれてるやん。でも通ってくれてるけどこっちには貫通してくれないんだっけ。貫通してくれないんじゃなかったっけ。この木が邪魔でね、貫通してくれない。置き場だとダメなんだ。ここに置いて、商業スペースだよな。ここ商業エリアだったっけ。これで一周ですね、丸ごと。一周のバス路線ができたってことになるが、バスはもう走り始めてますね。なんか1の立てれば、上がるらしいですね、バス路線作るだけでも。結構もう待ってますよ、バス路線。まあ、基本的にこういう路線は赤字覚悟ってことなんで、赤字にはなるわけですが、ちょっと待った、ストップ。ちょっとバス乗ってみるか。出発していった。すごいな人。でも試合やってるんかな。いやまだだな。でもやっぱりバス結構ありますね。さらに病院にもバスが止まっています。やっぱり病院アクセスって結構いろんなとこ地方都市行きましたけど、必ず病院組、最近は高齢化もあって病院組み込むんですよね。欠かせないです、病院の停車は。
まだかな、まだあのここら辺の路線の整備はいらないですね。ちなみに7人か、7人しかいないんだよな。まで、バス路線いるのかって言ったら半信半疑ですけどね。普通のバス路線を作ってみるか。そうだ、地下鉄があるんだよな、こちらには。そんなにあの距離があっても大丈夫なんで、一体乗り換えルートか。全然バス乗らないじゃないか。あ、でも81に乗ってるからな、バス路線1は413か。だからコストとしてはそんなに、モノレールがこんだけかかるわけだから、まあ鉄道か。モノレールは1063だから安いよね。まあ安いけど、結局結んでる区間ってまあ短くはないけどな。やっぱりバスの方が2路線作っても4割しか来てないんで、安上がりですよね。結果的にはこれちょっとマシになった。
まりモノレール乗ってくれないしな。しかしたらバスの方がいいかも。でも現実の公共交通機関って鉄道があると見えはっきり見えるじゃないですか。バス停っていうのは見えにくいんで、鉄道の方がちゃんと交通があるんだっていうのはやっぱり認識しやすいと思うんですよね。っていうか病院が近くあるからな。電力足りない？あ、本当だ、足りないのは分かってるけど、じゃあ何作りゃいいのかってね。なんてソーラーパネル、ソーラーパネルはクリーンエネルギーですか。維持費が1200、石油よりは少ないな。まあその代わり建設費、まあ、建設費はそんなに無視できる数字だから。電源出力ですよね。あ、でもね、維持費こっちの方が低いやん。しかも大きなメリットがあるんです。それは太陽光には、占有されてる、ダメだ。結構でかいスペースがいるのは難点だよな。あ、やばい。早く作りたいんだが。あれだ、多分あれなんだ、あ、こっちかな。ギリギリ男に作るのはなんか嫌ですけどね。なんか発電マンは一気に上がりましたね。なんか石油発電一瞬止めても、石油か石炭一瞬止めてもいいかな。これなら止めれば維持費かからないですからね。てか撤去してもいいぐらいだ。これはこれで商業エリアになんでこんなの、あ、いや、あ、公園を移動です。なぜ公園を移動するか。病気になりそうですね。土壌汚染されてるから。
維持費考えると石油にとかに比べ、石油や石炭に比べたら全然いいらしい。違う、これはじゃなくてこれか。停止することができるっていうけど、停止したらどうなるんだろう。まあ、とりあえず今は足りるんで、とりあえず一旦いらんかな。でっかいのが難点だけどな、太陽光は。だから計画持って建てないとダメだ、やるんだったら。あとはここ鉄道だよな。でもまだ早いよな。ないな、こっちのスペースにもまだ工業地帯とか建てないといけないし、やばいな。これね、なんか方法はないのかな。まあこれは多分ね、止めるだろうな。高速の入り口はどこにあるんだ。ここか。こんな感じだよな。トンネルができるわけです。こういうふうに勾配をなるべく抑える方法はトンネルですね。
てですね、フェリーって使えないの、なんだフェリーかな、ロープウェイか、モノレール、航空、航空ってまだだって飛行場作れないしな、飛行船は作れるんだ。船はどうだ、船は港だけど水際が必須で竜と接続できないと作れないんだよな。これがな、接続できれば無敵なんだけどな、ここだとね接続できない、接続できそうなんだけどな、見る限り。ダメなのかな、どうやったらルートで接続できるんだ、この元々の海側から接続するのに何かが必要ということかな。あとはこれフェリールートだからな、これって直線いるの、直線じゃないとダメなのかな、例えばルートを作ってっていうのは無理だ、無理っぽいな、まだ なんで赤になってんだ、ちょっと待って、なんで先生こんな発生やのに、なんでこんな発生やのに、というより収入がガタ落ちしてる、これなんで、税金も変わってないのに、なんでこんな収入がガタ落ちしてるんだ、は、なんで、なんでだ、あ、水不足だ、え、なん、ポンプ場が働いてない、いうことか、ポンプ場が電力が通じてないってこと、電力が全然不足してる、なんで、太陽が悪い、低水準で稼働中、あと水がいる、ん、水、いや水不足って書いてるけど、じゃあ再度オンにするか、え、なんで、でも単純に電気が足りないだけか、それとも
解消はされた。でもまだ能力としては足りない。でもいや大丈夫かな。ダメだ、まだ足りないんだ。完全ではない。え、でもなんで消費電力が高くて発電量が多い。何がダメだったんだ。1個そっか撤去しちゃったからか。石炭発電を、太陽光も絶対じゃないんだな。維持費が低いからこれいけるなと思ったんだけど、しかしまだ電力が足りないし不安定だな。とにかくここ水が足りないんだよな。あと気になってんのが、これでどうだ。水が全然足りない、やばいな。でもなんで水足りないかって多分電気がここ足りないからなんだろうな。ダメだな、不安定だな。やっぱり頼りできないってことか。だってここで石油発電所を復活させてもダメだもんな。水が足りませんっていう問題があって、これで多分やばい方向に行くと止められなくなるのか。うわ、なんだこれ。嘘だろ。休業中まで落ち込んじゃったな。焼却炉もダメになっちゃうんだ。石炭発電所は大丈夫だな。石油発電所は水がいるから、石油発電所に太陽熱発電所は水が足りないとダメになっちゃう。そしてポンプも水がいるから、
大丈夫だ、電気足りない。全然足りない、特に浄水道がダメだ。け、やばい。浄水能力が復活した、まあ、ポンプは必ず取れるようにしないと非常にやばいな。だからポンプ用のために風力発電所っているかもね。太陽光無敵じゃないな。日照度の問題はあるからな。やっぱり5万いって原子力を貯めていくのが良さそうだな。渋滞してるな、ここ。これって地下鉄だよな。地下鉄って既存の路線につなぎたいっていうこともできなくはないんだ。あ、ちょっと不安定になっちゃったな。したりしなかったりするよな。太陽光って109なんだよな、電力の出力が 100% の時に。
82か、82だと、まあ足りないよな。これ、ゴミシャウキャクロか。いらんよな。これゴミ焼却炉。ね、石油、石油はでもまだ動かした方がいいな。でも電力ってそんなに必要ない。太陽光絶対とは、太陽光やっぱりやめた方がいいのかな。減り始めたな。あ、こう鉄を忘れてた。ここもあるな。ここ2つない。あ、これゴミ焼却炉、これ石油発電所か。
原油貯蔵量が足りないと結構やばいことになるんだよな。ここが限度だろうな。ポンプ動かすのにどのぐらいの電力いるんだっけ。これは良くないな。足りないよ。電力って足りない？ギリギリ足りないな。出力は問題ないしな。足りたり足りなかったりするのが嫌だよな。
当にギリギリだよな。あとゴミはどう？焼却炉欲しいかもね。味はするな。
公園作っとかないとね。でかい木がある公園は。遊び場だとくっついてくれるんだ、ネットワークで。これ大きい遊び場は縦が 9ピクセルいるんだな。超えた、またもう。水がいるっていうのがな、困ったもんなんだよな。
まあしばらくはちょっとほっとこうか。ロードストリートの混雑がすごいな。で、片側通行じゃない、両側通行なんだ。普通にした方がいいのかな、やっぱり。一つ小学校建てないとやばいな。
番線。反省はしてないが、足りない問題は起きてないしな。ここはどうなの？あ、全然店員足りないや。そこも作ってやらないと。ここなあ、この辺かな。どうしよう。大学はどこにあるんだ今。こっち側にも大学設置するか。初めて。今までちょっと影響あるんだ。大学は聞く範囲が大きいってことだな。なんか放棄されてる。出力落ちてるけど、そんな落ちてないんだよな。
あーでも電力ギリギリ足りないかもね。病院もほぼ満杯だよな。また足りないと。足りない原因はここだろうか。わからん。でも停止しちゃダメなのかもしれん。上がってるなあ。まあでもしゃあないんだけどな、この辺は。ちゃうよな。
大事だよな。でもこれ上に上がらないとダメなんじゃないの？結局これ上に上がってるから。
ギリギリだな。まだ住宅地がちょっとあるぐらいか。
で、これで、ここは、まあ、当然のごとくこうだよな。もう本部か。格が上がってはいってるな。鉄道だな
ショッピングの像なんかコスパ良すぎないか。妙だな。でも悪くはないんだよな。本体値はちょっと下がった。警察ってどうなってる？この辺に警察の情報を置けってこと？すごいかかるな。
それは品屋さんか。これはこうだよな。
大丈夫、ゴミまあ大丈夫かな。こう冷やしとこう。焼却炉か。と石油発電所はなるべく、インターチェンジの近くに置いた方がいいな。ということで、渋滞起きるかな。
いなこれ。水の予算もちょっとある。ちょっとだけ上げよう、 2% ぐらいかな。あ、まだまだ足りる。キーボードはまあこんなもんだろうな。スピードを考えるとそんなに変えられないな。犯罪が落ちた、急激に。なんで？
長いな。遠いよな、火葬場から。うわ、もうすぐいっぱいになってる生徒数が。よっぽどあの生徒を求めてんだろうな。ん？なんか下？
ひとまずトンネルとかあって、すごい渋滞ぶりだな。ということで、結構気がつけばやっぱり時間がどんどん過ぎていくゲームですね、これ。渋滞ぶり。上げてみるか。
ということで、まあ分散はされましたね。これで交通量は、
動線がすごい。いいですね。どこに行くんだこの。全部が入るわけじゃないんだ。小学校か。
線ってあったっけ？ないな。とりあえずここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ YouTube、Twitch で配信を行いました。 Twitch ぜひアカウントのフォローお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブ2日後25日21時頃からアップロードいたします。ぜひアクセスお願いします。YouTube チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネルアカウント My YouTube チャンネル This Live Archive Upload Two Days After My YouTube チャンネル Subscribed and Good Button Please。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、リポスト、いいねなどもお願いします。ツイッター X、マイアカウント、ビジット&フォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。シティーズスカイラインライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。